はようございます。タイマーの日付は今日の日付は2022年の8月27日でございます。時刻は4時50分くらいです。朝の今日も、いつも通り執筆していきたいと思います。はい、じゃあちょっと書いていきたいと思います。これは最近ハマってるクラフトボスですね。ちょっと朝日が出てますね。あそこに今時刻は8時20分です。結構書いたと思います。だいたい4000文字で1話分が書けました。ちょっと普段は普通の話というか普通は1500文字で1話くらいなんですけど、自分が今連載している俺だけデイリーミッションがあるダンジョン生活は、なんか3000文字以上が1話みたいなのが普通になっちゃったので、ちょっといっぱい書いております。なので俺だけデイリーミッションがあるダンジョン生活を書くのはめっちゃ疲れます。はい、他の自分が連載している作品は1話1500文字くらい、多くても2000くらいなんですけど、はい、デイリーミッションはデイリーミッションの方はその倍は書かないとなんかいけないなみたいな雰囲気になってるって、はい、大変です。はい、ちょっとお腹すいたんでなんか食べたいと思います。朝ごはんです。行ってまいります。今の時刻は12時です。ご飯食べたり、ちょっと休憩をし結構したんでまた書いていきたいと思います。今2時間くらい書きました。また4000文字くらいの話を1話書けたんで、今日は今のところ1000文字くらい書いたかなって感じです。結構書いたんです。あと1話書けたらだいぶ、余裕を持って書けてるなというか、なんだろうな、話のストックを作れてるなっていう感じです。なので、結構最近映画とかアニメとか見て、あとゲームかやったりして、若干サボり気味なんで、でストックがちょっと減ってきちゃってるんで、もうちょっとストックを増やしていきたいと思います。だけどちょっと一旦疲れたんで休憩したいと思います。また後で書くと
思います。夜になりました。ただいまの時刻は19時44分でございます。普段は、というか普段から、19時20分くらいに、ウェブ小説の投稿を書く読みにしておりますので、今ちょうどその、まあ、見直しとか、直前の修正みたいなのを終えて投稿し終えたところでございます。で、あとご飯も食べてきました。はい。なのでちょっとお風呂にでも入ってさっぱりしてからまた執筆の方を再開したいと思います。ただいまの時刻は23時37分です。疲れました。結局なんかあんまり作業が進まなくて1000文字くらいしか進みませんでした、執筆は。ただまあちょっと朝から書いて眠くなってきたので、はい、そうそう寝たいと思います。1000文字しか済まなかったかなと思ったけど、なんかあれですね、やっぱりちょっと知識とかが必要な部分、まあ特にちょっと今なんだろうな、銃とか軍艦関係のちょっとそういうものが、出てくるシーン書こうと思って、いろいろ調べたらやっぱり嫌ですね。そういった情報を頭に入れるのに結構調べ物の時間がかかっちゃいますね、はい、意外と大変です、はい、完全ファンタジーで書ければ意外とそういう知識を入れるっていうことは、減るんですけど、やっぱりですね、現代物を書いてると、まあ、現代ものっていうか、現実世界を舞台にしたものを書いてると、そういうシーンがあるんで、ちょっと大変です。はい。事実に基づいた何かを書いて、リアリティを出していきたいので。はい。みたいな感じで、今日はちょっともう寝たいと思います。はい。おやすみなさい。